お疲れ様です。政治と生活は切っても切れないものだっていうふうによく言いますけども、たまにそれを実感することがあるんですよ。というのがね、私の住まいの町内に停止線があるじゃないですか。車を運転したら交差点とかに白い線が下に引いてあって止まれとかあるじゃないですか。あれがいい加減ね、消えかけて見えにくいっていうところがあったんですよ。で、停止の赤い三角形の案内板がある、標識がある。そして下には白線で「停止」って書いてある、「止まれ」って書いてある、それがある。でも消えかけているんですよね、下のペンキが。で、上のその三角の標識につきましては、そこを設置してるすぐ隣の家からこう庭木が生えていてね、ちょっと隠れる感じになってたんですよ。で、一旦停止をね、ちょっとおろそかにしたドライバーさんがそこで切符を切られるってことがあってね、停止線が見えないよと。看板も見えないよっていうふうに主張して、それでも残念ながら切符を切られちゃったらしいんですよ。で、その時にその方がどうしても納得いかなかったんで、普段仲良くさせていただいてる市議会議員の方にね、連絡したらしいんですよ。で、そしたらすぐに下の消えかけた「止まれ」のペンキ、これはくっきりとした形で塗り替えることができて。で、植木に関しましては、その市議会議員の方が、その方のね、お宅に伺って、ちょっとこういう事情で見えにくいんで、ちょっとね、伐採お願いできませんかということをお願いして、で、そのお宅の方はね、ちょっとご高齢で、自分で切ることができないんで、ちょっと申し訳ないけども、誰か頼める人いないかねっていう形で、その市議会議員の方に相談されたらしかったんですよ。そしたらその市議会議員の方がね、お休みの日にやってきて、切ってましたね。で、そういった形で、またね、標識も見えるし、停止線もくっきりと見えるし、で、もう切符を切られる人が、これからはね、出なくなるんだろうな、事故は起きなくなるんだろうなってことで一件落着したんですけども、総科学会のね、市議会議員の方って、このぐらい細かく動いてくれるんだなっていうふうなエピソードでしたね。通常はね、市の環境課か交通課か何かが、そういった市民からの情報をもとに、もしくは自らパトロールしていって気づいたところをやっていくんでしょうけども、今回は市議会議員の方がね、そういうふうに骨を折ってくださったおかげで、町内の平和な交通環境が守られたってことですよね。私たちは普段からその税金という形で政治に対するコスト、利用料金を払ってるわけですよね。だからそれに対していろいろと要求をしていく、サービスを改善してくれとかね、もっと良くしてくれっていうふうに改善する要求を出すことができるんだろうなと思いますね。そんな時、創価学会っていうくくりの中で暮らしていると、非常にね、話が早いっていうところがあると思います。政治とかあんまり関係ない方が今みたいな問題に直面した場合って、よく言ってね、担当の市とかに電話をかけて、お願いするみたいな感じ、陳情するって形になりますけども、でもそれがいつね、叶うかっていうのは非常にね、難しいんですよ。市の職員さんには市民からの陳情ってのは結構上がってくるんで、どれから順番にするかってことになってくると思うんですよ。で、そこに市民の代表たる市議会議員の方の声があった方が、解決が早いのかなっていうところがね、実例としてあるかなっていうところです。私が分かるのはそのぐらいですかね。政治に興味がなくて政治から手を離す、これも別にありだと思うんですよ。で、昔ね、石器時代かなんか治安維持とか、それからもちろん政治の体制もなかったでしょう。だから今でもそれでいいんだっていうね、主張もあるんですけども、やっぱ私たちは石器時代に住んでるわけじゃなくてね、やっぱ何かと自力救済ができない時代、つまり石器時代だったら気に入らないやつが来たら、ボーンとね、殴りに行けばよかったし、敵討ちっていうのもあったんですけども、今それをやったら敵討ちをした方が新しい犯罪になってしまいますからね。だからそうなった時に市民の代行として何かね、ことを起こしてくれる、そのために政治とか行政っていうのは機能するんではなかろうかっていうところなんですよね。小難しいことを言いましたけども、確かに自分の身を自分で守るね、それは大原則だと思います。ただ、やっぱり今ね、生まれつきなのか後天的なのか知らないですけども、自分の身を自分で守れない方がいるんですよね。で、そういう方は自己責任だからっていうふうにして放置することもできますけども、できれば力の余った方とかね、余ってなくても、なんとか自前で生きていらっしゃる方は、こういった自分のことを守れない人のためにね、なんかできることがないかなって探すのが思いやりなのかなというふうな気がするんですけどもね。
まあ、私もそんな十分偉そうなこと言えるほどできてるわけではないんですけども、うん、でも自己責任の原則ってのはとかく自己責任で生きれない、まあ、大多数の人をね苦しめてるのかなって思うわけですよ、うん、生まれつきねどうしても人に馴染めずに就職に、まあ、二の足を踏んでしまう人がいて、でそういう人は自己責任だからって言ってね飢えて死のうがどうしようが関係ないみたいなことでもないんで、あのむしろ能力がない人でも幸せに生きていけるようにこの社会ができるといいなと思いますし、まあ、そのために一部必要なのが宗教なのかなって気がするんですけども、どうなんですかね難しい話になりましたね、うん、まあテイクイットイージー気楽にいきましょうというのが私のスタンスですけども、真面目に考えていくとねどうしたもんかちょっと考えがまとまらないところがありますね、うん、まあ自分には自己責任、自分以外の方は助け合いでいいのかな、どうしようかね、はい、じゃあ今回ちょっとね宗教界についてお話してみましたけどどうだったでしょうか。いってらっしゃい。